レブルをレブルさんと秋之助さん10月にラストランを撮影したレブル。入れ替えで11月納車予定だった M 線が出荷停止になり、喜んでいたのもつかの間、12月には M 線がやってきてしまいました。ということでレブルとは本当にお別れです。はい、こんにちは、グッチです。レブル1100、まあ大体パーツ外しました。まあ、こういうのはね、そのまま残しますが、渋滞してるんで中に入れませんが、ヤマトさんです。全然渋滞して中に入れませんが、レブル1100を、はい、売りに来ました。とうとうラストです。本当の終わりです。本当のこれが最後のラストですか。めっちゃ渋滞してるんで、我々一番最後でいいですと。まだダダこねて、まだダダこねて、ギリギリまでやめたくないとダダをこねてるやつがいて、中まだ中に行けてないっす。1100ですが、これにてこの子の冒険は終わりです。はい、本当のラストです。ちょっと先走ってきましたが、よく走る子でした。お疲れ様でした。で、新しいバイクをちょっと手配したんで、いいバイクがまさかヤマトにあったんで、どうぞ、こちらです。上、ね、2階もありまして、あれやで、わかるな、これやで、これ赤いで、これでいいじゃないか。こっちでいいんちゃうか。うん、これにしよう。ということで、レベル1100をヤマトさんに売りに来たら、なんとレベル250の新型が置いたり、秋之助は多分こっちの色が好きなんだが、うちは僕の赤が好きで、ちょっと交渉します。はい、まあ、こっから始まったんで、ここに最初は秋之助がここに乗ったレベル250にまた買った写真、はい、どうぞ。そこから始まってレベル1100になって、またレベル250に戻っていくと、戻らない、戻らない、いいな。はい、ということで今からレベル1100の売却を進めたいと思います。で、大型でせっかく金箱乗ってたんですけど、こっちからやり直すことになりました。はい、はい、同じ黒いやつなんで、頑張ってここからミッションをまたやり直します。はい、頑張ってください。はい、レブル1100DCT、見た目も乗りやすさも気に入っていたのですが、パワーや重さをうまく扱いきれず、怖い思いをしたこともありました。今回ハンターカブよりも小さなモンキーに乗ってみて、改めて自分にはこのサイズ感で十分だなと実感しました。レブルとの第一章は終わりましたが、黒モンキーとの第二章が始まりますので、これからも応援していただけると嬉しいです。それでは皆さん、2023年もご安全に、良いお年をお迎えください。さようなら。